今日は37ページを見てみましょう。ここにはこう書かれています。よくポジティブなことを思えば人は変わると言いますね。皆さんはこれをどう思いますか？ポジティブなことを思えば確かに自分の人生にいいことが起きるんですけれども、でもこれは子どもの時にできるだけやった方がいいんです。というのは、子どもの頃はネガティブな回路をまだそんなにたくさん持っていないので、ポジティブなことを書き込めるんですね。つまり脳は畑のようなもので、何も植わってなければポジティブなものをたくさん植えることができます。でも大人になると、それまでの過程で畑にたくさんのネガティブなものがもう植わってしまっているということがあります。その場合はまずネガティブなものを取り除いてからじゃないとポジティブなものを植えられないんですね。ですからポジティブなことだけを考えて自分を変えようとするやり方は、大人の自分にはあまり効率のいいやり方ではありません。脳の中で書き込まれてない部分というのは本当に少ないからなんです。ですからまずはこのことをよく知って、自分のネガティブな思いをできるだけたくさん見つけて、それを解除するということを先にやった方がいいんですね。もちろんこれをずっとやる必要はありませんが、あなたが本当に変わりたいと思ったら、その時に集中して自分のネガティブな思いを見つけるということをやる方が効果的です。それにはやはりセミナーなどに行くと、いろんな人たちと一緒に学ぶので、他の人の話を聞くと自分と対比できるので、自分のネガティブな思いを見つけやすいということになります。なかなか自分一人では当たり前に感じていることがあるので、ネガティブな思いを見つけるのは難しいんですね。効率が悪いと言った方がいいでしょう。ということで、まずネガティブな思いを見つけて、それを解除するということがポジティブなことを思うよりも前にあるということを覚えておいてください。ではまた次回。